1時間ベルノマするといくら得るんですかということなんですけども、そんなに24時間ずっとですね、ベルノマする機会ってないと思うんですけど、1時間の場合だったら結構あるかなと思って、こちらも計算してみました。1時間の場合は、先ほどの経験値12万6000、こちらに1時間の秒を出していきます。60×60 で3600秒に、ワンサイクル 66.67 を割ってあげると53回できるという計算になります。こちらの計算式に12万6000かけていくと、1時間で667万8000経験値を稼ぐことができると。前回の光の間であれば400万ほどしか稼げなかったのが、1時間で667万8000稼げるということで、だいぶ効率が上がったのがわかるかなと思います。ケンビチャンネル。はい、どうも、ケンビです。今回は、ベルノマですね。水の間にてで、どれだけ経験値稼げるのかということなんですけども、前回の動画ね、見ていただいた方わかるかなと思うんですが、まあ1時間で600万ほど稼げるということなんですけども、実際のところ本当に稼げるんですかということで、今からやっていきます。はい。今回は、葛飾北斎の使用回数100に合わせてきました。ここから1時間やって、どれだけ回数重ねることができるのか、やっていきたいと思います。そして、マイスポットは今日、学びなので、最高倍率で回ることができると思います。それでは、やっていきましょう。さあ、ノマで、いくら経験値稼げるんですかということで、今から使っていきますよ。はい。久しぶりですね、これ。おう、スポットでね、なかなかやる機会がなかったんですけど、マイスポ学びきたんでね、がっつりやっていきたいなという形です。さあ、いくら稼げるんでしょうかと。そうですね。打ち方詳細は概要欄に、前回の三足ブーツ湧いてんな、これ。これは失敗するんじゃないか。おー、これね。これな、下行っちゃったね。おー、リカバリーできるかな。リカバリーできたらそのままね、行きたいんですけど。そうです。ちょっとずれてるか、大丈夫か。理想はね、この真ん中ぐらいにね、こう持っていきたいとこなんですけど、大丈夫そうですね。なんとかリカバリーできました。ブーツの位置とかにね、よっては、なかなかリカバリーできん時もありますけど、なんとかいけたということなので、このまま続けます。行きましょう。さあ、ここの経験値に注目。いくら稼げたのでしょうか。1回あたりのベルの経験値は12万6000です。これで、1回、どれだけ回れるかというのをやっていきます。やっていきましょう。このままずっとね、お届けしてもいいんですけど、なかなか時間経つの、ね、みんな59分待つのも大変なので、残り1分ぐらいからまた繋いで見ていきましょうということで、一旦終わります。水沼にての成功率をさらに上げる弾き方。成功パターンです。この位置にダウトを配置することによってかなり成功率が上がり、雑魚敵の左側にいると失敗しやすくなります。初期位置が下目にいるときは加速雑魚の右側、ちょっと右を狙っていきます。比較動画です。失敗した場合と成功パターンを見比べるとより分かりやすくなります。失敗している場合は加速雑魚のラウドラバリアが割れず撤退演出が発生しており、ダウトの位置も下目に行ってるのがわかるかなと思います。この位置から目印ポイントにめがけて打つと、エナジーボールの当たるタイミングがですね、このように先に雑魚に当たるパターンとボスに当たるパターンがあります。ボスのラウドラバリアが割れてないため失敗となります。今回は初手を重点的にお届けしましたが、詳しい弾き方は概要欄から。約1時間が経過しようとしております。残り2分です。こちらで見ていきましょう。道中の下配置の時だけしっかりで、ね、右にちょっとずらす、この意識を持っていただければ効率高いと思います。ちょうど来ましたね、下配置の時。こちらで打っていきたいと思います。羽を目印なんですけど、ちょっとねこう右にずらしましょう。これでしっかりねダウトの配置が取れてきます。道中のアイテム、こちらもね結構厄介なんで、ブーツ湧いてる時失敗とか結構あります。そこだけ、こればかりはどうしようもないんですけど、そしてしっかりね狙っていきます。ここのね目印もしっかり狙わないと失敗します。ありました。道中のボンミスが2回、ここのミスが2回ありました。あとはブーツが1回湧いて、トータル3回失敗してます。
しっかり狙うことができれば、ほぼ間違いなくワンパンできるんじゃないかなという形です。さあ残り1分ほどですか、見ていきますか。これがラストかな。そうですね、できるだけ早く消化して、ここで出撃で早くタップすることによってすぐにクエスト始めれますから、ね、また下入ってきましたね。ちょっと右にずらしていきましょう。姉からちょっと多い感じ、合わせていただいてタロトの配置を取っていきます。で加速雑魚、これもねしっかり倒せる、ここがね結構メリットです。撤退演出で時間取られない、これもねいいところだと思います。最後はしっかりね合わせていきたい。で決めますと、これで残り、あら、あるかな、微妙な時間帯に突入しましたね。あ、残り1分、0分とかなってる時あるけど、見ていきますか。あ、まだ残ってますか、タイム。どうですか、もう一回いける。ここでタイム終了ですね。実際に、北斎の紹介数、見ていきましょうか。今回、北斎は100回ちょうどにしときましたので、これの回数見ていきます。153回ということなので、こちらで電卓で叩いていきましょう。はい、電卓で叩いていきましょう。53回ということなんですけど、3回失敗してるので50回ですね、ちょうど。そして、先ほどの経験値12万6000かけていきます。そうするとですね、630万、素晴らしいです。この経験値を毎回ベル1回使うあたり稼ぐことができますので、皆さんもぜひぜひ水の間見てやっていただいてほしいです。本当にかなりランク上がると思いますので、皆さんもぜひやってみてください。こちらが比較です。ベル前とベル後でしっかり630万経験値が稼げたのがわかるかなと思います。皆さんもこの2点非常に回りやすく稼ぎやすいので、ぜひぜひやってみてください。以上、ケンビでした。ご視聴ありがとうございます。ケンビちゃん、高評価チャンネル登録をよろしくじゃ。ツイッターのフォローも待ってるつ。おすすめ動画もぜひ見てってくれ。